こんにちは。なんか作った。もちろん外のプレイスペースだけど、外に遊ぶの中心になってほしいけど、やっぱり沖縄だったら雨よく降るとか太陽が強いから、なんか屋根があるスペースしたいな。でなんかフレームとか枠とか作ってトタンで作るなら12から25万ぐらいって計算したから、そのもっと安い方法が、とりあえず臨時的でも安い方法がないかなと思って、このタープ買ってから、ロープいっぱい首ってから、くっつけるテープ点も壁につけてから、一応できたで、結構気持ちいいとか幅広いスペースになってるから結構納得で、もちろん沖縄で何か作ると、外で何か作ると台風はどうになるかって考えなきゃいないから、一応考えて、上にはブロックがある、ロープが通ってる、このロープ引っ張れば、固定してるところ全部外せば、ロープ引っ張れば、他のロープも複数今注文してあるから待ってる。で、引っ張ってからこれは後ろに来るから片付けることができる。それで台風にはいいんだけど、あとはやっぱり冬だったら太陽が本当は入ってほしいかもしれないから、結構なんかちょっといい特徴かもしれない。でもどのくらい持つかはまあ疑問的。もうすでになんかちょっと引っ張ってるところには穴が開いてたら引っ張りすぎたかもしれないで、どのくらい持つかはあんまり自信がないんだけど、とりあえず結構いい屋根、まあ2万円以内になんとかなるさなんとかなるさの屋根が作れましたから、一応納得です。はい、近所の子たち、ブーの友達がやってきてるから今スリングショット楽しんでる、かわいいはい、今日も見てくださってありがとうございました。